AT-1 自走法はソビエト連邦の走行車両である。1930年代半ば、ソ連は積極的な走行車両開発を行っていた。その中でも自走砲については、戦車の車体に規制の加工という生産パターンが非常に多く、これは後の ISU-152 のような重戦車の車体に大口径の榴弾砲や可能砲を装備させる。 空調からもわかる。そしてこの時点で、ソ連が大量に所有している戦車として T-18 と T-26 があり、T-18 の自走放火が不可能であることは、すでに多くの試作で実証されていたので、T-26 の自走放火に走る流れは自然なものであった。AT-1 もその一つである。T-26 は、 すでに大量生産が行われ、老農赤軍の主力戦車となっていたが、主砲の 45mm 砲の威力には少々不安があった。そこで威力が高い PS-376.2mm 榴弾砲を装備させることが提案され、目的を近接砲兵支援とした車両の開発が1934年より開始された。これが AT-1 である。 あとの1937年に類似コンセプトの T-26 から4が開発され、こちらも 76.2mm 砲が装備されているが、不評砲であるこちらよりも威力は AT-1 の 76.2mm 砲の方が高い。また砲は砲塔ではなく、車両全部に固定式で備えられ、車高が低く設計された。 このため自走法の中でも突撃法に近いフォルムをしている。2本の DT 機銃は一つは主砲の傍らにボールマウント式に、もう一つは車体側面に装備されている。開発はキーロフ第185工場にて、グナチントフ技師の元行われ、翌年1935年に完了し、2台の試作車両が完成した。試作車両の試験も終え、 比較的生産性にも優れていたため早速量産体制に入ると思われていた矢先、1936年にグナチントフギ氏がスパイ容疑のために逮捕されてしまい、彼が担当していた車両の生産は全て中止されてしまった。AT-1 も数台が生産途中であったが、これも中止となり2台の生産に終わる。その後の AT-1 の扱いは不明。 特に戦闘記録も残されておらず、開発中止の経緯から考えて T-26 に作り戻されたかスクラップにされたとみられる。ありがとうございます。